イオンモール鈴鹿の提供でお送りします。Thank you.
い大事な試合やったから言いたいのは間違いないけど、もうこれ取り返せへんと思って、この試合のことなんで、やっぱり不用意なところで退場しちゃったりだとか、せっかくきっちりノーマーク作っても個人が1本ないし、2、3本ノーマークのシュートこれ決めてたあるやんか。やっぱり当たり前にやることきっちりやって、うちのハンドボールやと思うから、こんな時大事なのは周りがどうやって、自分が今日の試合何できて次の本国戦どうやるかっていうのが一番大事だと思うから、もっともっともっとこうスクラム組んでやるようにしよう。 OK、 はい。